トナムで、ベトナム語で BD っていうのが、うん、日本でいうオカマってことなんですよ。俺 BD だよ。I'm BD。じゃない。私は BD、はい、BD です。はい。BD です。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。もう取るもんないね。今日しかもヘルメットとビカワも忘れたし。いじめましょうか。それはお前ダメだろ。もう多分サムネはお前いじめてみたいな。ずーっとニコニコしてる。ホアンです。ホアンホアン。ホアン。まあでもな来て何ヶ月？三ヶ月。三ヶ月です。三ヶ月？はい。日本語ペラペラっす。嘘。もう全部わかる。全然俺言ってること今日ずっと喋っとるって俺も。嘘って言ってるけどカメラ向けに言うわ。そうマジで。喋れる？めちゃくちゃ喋れるっす。マジ？はい。日本語何？日本語得意？わかりますよね。ちょっとロイカーらしいのね、こいつね。なんでお前ドクロついてるじゃん。お前もじゃん、海賊ワンピースの一あのいや、隠れドクロじゃん。船で来たんですよ。実習生じゃないです。ちょっと面白いな。で、ベルトも何だったこれ。ベルトもエルメス。ファンです。フォアのエイジ。フォアのエイジ。だよ、お前ちょっとカメラ向けたら緊張しようじゃん。恥ずかしい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 。大丈夫。はい、今度も大丈夫。大丈夫、大丈夫です。いや、めちゃくちゃでも上手いんですよ、日本語。私誰？あー、ミチさん。ちょ、ちゃうだろ。ミチさんです。ミチ社長だろ。社長です。誰、社長誰？社長、社長です。お前でも俺がおらんとこで社長って言っとるんだろ。ミチさんがね。うまっ。うまっ。でも、やるかもしれんってらしいよ。もしかしたらやるんだろ、お前。南千代子の社長。大丈夫お前よ、まだダメだわ、まあ、社長やつこんなお前撮影中、お前何年やっとるもうこの間俺に言っとったよな、はい、昨日のライブで何ですか社長なん、もう何年だもう YouTube やっとるんすかって俺にエロそうに言っとったよな、お前きっとけよ、何年ぐらい何回 YouTube で撮んだ、お前いやもうでも僕面接行ったんですよ、すごいですよ、お前が面接したんだ僕面接行ったんですよでも、いや、もう、なんか顔が似ておるでだろう。ちょっと、並んで、並んで。ちょっと、よう見たら顔似ておるわ、ちょっと。こっちで、こっちで。ドラリテです。今日も、もうな。いや、もう、ガタイと、この顔見て。ガタイとな。もう、あの、面接する前から、もう、ちっちゃいミッチやん。もう、こいつ OK だな、みたいな。ちっちゃいミッチやん。ちっちゃいミッチ。YouTube 向けだ。ちょっと、もうちょっと日本語覚えてくれよ。まあ、でも、実際に、じゃあ、3ヶ月で、仕事は覚えてこんだろめちゃくちゃ覚えます。うん。どれぐらい仕事できる今日もう一人おるんですけど、うんうん、全然もう普通に多分2件は普通に全然回れるっすね。その組み立てとバラして、あの僕一人で、うん、実習生、あの3ヶ月ぐらいの子2人連れて、うん、全然あそうだな、もう一人です一緒か同期かお前と。同期です同期です。うん、俺なんて言ってるかわかる？お前の母ちゃんデベソって言っとんだ。お前の母ちゃんはデベソだよって言ってんだよ。いじり方が昭和だ。なんで？ヘルメットねえし、髪の毛赤ちゃんみたいだし俺。3ヶ月でもう自分たちで組める、まあ、組めるは組めるです、うん、ただまあちょっと、まあ、そのまあスピードまではついてこんですけど、うん、ただ組めるっすけど、まあ、やっぱ今は逆にまあ手元っすか、うんうん、手元をまあマックスに、まあ、1年、まあ、1年じゃないですけどでも競り上げとか全然できるよな全然やります、まあ、最初にお前が寝顔見ては組んどったんだよね、はい、で、まあ、撮影とかになるとじゃあベタムちゃんあと組んどいてくれるかって言ったら大体ブワー組んどるのかな組んでます組んでますでなんか楽しそうにしようしね自分たちで組んどると全然日本人より優秀だなフォア何歳？私28歳。28歳。一緒。顔もそっくりだな。顔そっくりだよな。双子の兄弟です。双子の兄弟。ちょっと写真撮ってるわ。写真撮ってるわ。フォア。お前もう勘弁してる。俺立ってるだけで。仕事楽しい？はい、楽しいです。楽しい？はい。何が一番楽しい？仕事。お金いっぱいああもう休みなんかいらん休みない休みいらないそうなんですよあの働かせすぎだと言うけどこいつらは今法律厳しいもんね結構休ましょうけどもっと働きたいし残業させてくれっていう、ね、そうですね行きますねだけどもう法律が今年から厳しくなったでしょあれ今年去年か今年からっす今年からだよな法律がもう何十時間以上残業したらあかんっていうもんでお前いつものキャラ出せよお前いつもやってるやんか勇士とかにウィーってメデってなBD じゃないであのちなみにベトナム語で BD っていうのが、うん、日本でいうオカマってことなんですよ あんまりなんかこうやってひっついたりするとやめてください私 BD じゃないですオカマじゃないです BD じゃないの俺 BD だよ俺 BD BD じゃないです I'm BD じゃないです私は、はい、
BD です。はい。BD です。はい。ドエムのドエムのいじめです。ドエムのいじめです。誰一番好き？はい。いい人一番誰？鹿島の職人の中で一番いい人。好き好き日本人。はい。好き好き誰？誰？一番好き社長です。なんお前さ、あ、お前お前全部やばいな。やばいな。こいつみたいな。やばいな。一番怖い怖い誰？怖い？怖い。誰？ない。いない。カントだろ。わわし。カントだろ。怖ない。動画に話してるやつ。カントだろ。カント怖いだろ。見てるよ。ないない。全部カント。ピーピーって全部やるんだ。カントだろ。ないない。カントだろ。ないない。一番優しい誰？それ全部言わんとまあおらんとで。日本日本一番優しい人。日本人カント。一番好き一番好き誰でもいいんだ。本当誰でもいい。一番好きや。ヤマトさん。ヤマト。ヤマト。なんでなんで？毎日でも一緒に現場も固定で固定にさせてるんで毎日一緒にさせてるんで。怖い人誰？一番怖い。怒る怖い。ない。ないんだったらもう明日からベトナム帰らせるぞ。いい。いや怒る怒る。一番怒る人。一番怒る。現場で一番怒る人。これ違うこれ違う。現場で一番怒る。怒るわかるだろ？誰？ない。なんでオール目パチパチさせめっちゃ目パチパチオールだろ。あの、いや、じゃあ分かった分かった。現場でうるさいうるさい人うるさいうるさい。めっちゃペッペッペッ。ピー入れるでいいや。ピー入れる。大丈夫絶対誰一番うるさい誰？ピーってなるから大丈夫。大丈夫です。誰？ないじゃあいいことからいこうか。いいことからいいことからいいことからね。あの一番ご飯とかおごってくれる誰？ジュースおごる。ジュースわかる？ジュースおごる。おごるわかる？買ってくれる。買ってくれる誰？ご飯。あ、ご飯とか。ご飯ご飯とか。ご飯いいよ食べやって出し。か、あ、そうさん。ああ、こいつ絶対俺が言われると思っとった。お前の顔チラッと見たら絶対俺だ。これ俺言われるやつだ。今こう右手構えとったっすからね。こうなるからこうなるから。叩きたいお前を。もう今さ、こいつ俺見たからパッてお前の方見たら目がこれだろ俺だろみたいな。下から上にこうやって目が絶対俺言われるんだよ。そう一番ご飯出しくん。はいはい。もう一回だけ教えて。もう一回教えて。これでないよ。水だけ。コーヒーだけ。コーヒーだけ。あーコーヒーさっき買ってあげたやつ。ご飯買ってくれ。ご飯ない。日本人で一番仕事できる人誰？あ、日本人で一番仕事できる。うん。仕事いっぱいできる。仕事いっぱいできる。早い。仕事早い。仕事。早い。誰？道さん。おお。もうこれ。ちょっとカメラ褒めて。悪い顔、もう悪い顔しとったよ。俺の方見てこういう顔したよ。めんどくせえ。社長これでいいんでしょ？みたいな。楽しい会社楽しい会社あ会社楽しい楽しいはい。でもお前友達で あれだろ Facebook とか Facebook とかある友達いっぱい喋るでしょ。うおカナブですか。大丈夫ですか。顔がカナブル見てる感じそうだよ。なんだお前なんか言われるって深海魚とか言われる深海魚で僕結構先輩とかに提灯やんこに行ったとか言われるんですよ。深海魚にこうやってピッてこうやってライト照らしてこうやってミーン。深海魚に行ったらやん。深海魚に行ったらやん。あ、似たらやん。提灯やんこにちょっと似たらやん。似たらこんな本当に顔似てない。マジ一緒じゃん。皆さんどうですか。ちょっとコメントください。ちょっと本当に似とるよな。整形させたすこっち来る前に。どんだけお前階段までどんだけお前もうお前管理しとんだ。管理しすぎだって。自由にやらしゃれよ。うちの会社のモットーは自由なんで。自由好きなようにしないよ。真面目すぎるぐらい真面目ですよね。真面目すぎるだってちょっともう暇だもんで土間の整理やっとけって言ってもやるのこいつだけなんだ。日本人やっぱったらタバコかすっとるし。そうやっとんなお前らって怒るけどね。逆にびっくりするぐらいですよ。その昼とか帰ってきてもうずっと休憩しずにやったりしてるもんで、じゃあ 10時にお前休憩していいぞタバコ吸っていいぞお茶飲んでいいぞっつっても大丈夫大丈夫本当そうだよな。そう本当そうですね。もう使った方がいいと思うけどね。俺はなんか結構批判的な人もおるけど外国人使うことに対して、はい、全然日本人の緩い人間使っとるより
よっぽどいいよな、まあ、うちはねもう本当何十人働いての何人しか残ってないぐらいやっぱ精鋭揃いだもんで、あれだけどやっぱもうベトナム人外れないもんね。外れないですね。まあ、そんな感じです。はい、まあ、じゃあ今日は終わろうか。はい、まあ、ちょっとまあ企画またちょっと考えてやっていきますんで。はい、もうドッキリにも限界があるしね。限界があるですね。もう体がボロボロだわ。皆さんなんか YouTube のコメントになんか社長に何々ドッキリしてくださいとか言って、うん、あの俺も見るんだ入れるけど見るもんで別に何もドッキリじゃないからそれこそやらせになっちゃうな本当によく見るんだ俺もそれそれは僕があのインスタにあのフォローしてあのちゃんとあインスタの方の書いてそうですね DM 送ってくださいさりげなくインスタ入れてきたやばいやばいじゃあ俺のインスタもフォローしてください、ねこれはちょっとあのちょっとあのね、まあ、あんまり職人さんが見るというより経営者目指してる子の方がいいかなと思うんだけどね、はい、それ結構一口コメント入れてるね。そうですね、一口のその経営者の、まあ、思いつきとかああいうのをちょっと入れてるんで、はい、まあそういう変なアンチしとるみたいなやつはあんまり放置してほしくないかな。はい、荒らされたくない。ああ、これ言うとまた荒らしにくいな。自分の地場をですね。うん、そう自分の地場そういうなんか叩かれたら嫌じゃん。嫌っすね、うん、で経営者目指してる人間となんか毎日ったらたら言ってる人間、はい、もう思考が違うじゃん。そうです、うん、思考が高い人たちがまあ見てくれやいいなと思ってるもんで。はい、うん、まあそんな感じです。はい、お前全然ダメだったなよお前。全然喋れない。お前全然喋れないかよお前。もう喋れよいつもみたいに。すいません、わかりません。切ってわかりません。もう何つけたもんこれ。これ手首が痛くなる。ああ痛くなるもんね。うん、痛くない、これ痛くない。これ痛くない、痛くないよね、うん、痛くない。ハンマー叩いてね。うん、はい、違う、硬い。違うやっぱり鉄鋼と一緒です。多分鉄鋼とでハンマー叩いてだいぶいいの。全然痛くないです。これサープ。あ、痛くないでしょ、こう持っても、うん、これ手首使うもんで。これ違う、固定すると全然痛くないです。でか、違う、これ硬い、硬い。昔鉄鋼なんかしょってもそう変わらない気がしたけど。いや全然違うです、鉄鋼って。鉄鋼も、はい、僕も痛いと結構つけると楽っすもん。あ、そう、あ、違う。まあ普段からつけとけばいいんですけど、めんどくさいじゃないですか。あ、でもなる前にやっとった方がいいな、じゃあ、ね、みんな研修になる前にやらせてもいいかもしれない、はい、筋痛めるから気がしんねんな。